鬼山は株式会社サイバーステップが開発、運営を行っている MMORPG。日本以外にも現地市会社にて展開されている。2013年12月1日、2014年6月12日、11月27日に公式サイト及び YouTube で配信の短編アニメ。前産は2016年4月から6月まで。 東京 MXBS 富士にて毎週木曜1時より5分枠の短編アニメとして放送。ナレーションは小西克幸が担当する。作中ではメタフィクションなセリフが多い。2016年8月26日にブルーレイがアースターエンターテインメントより発売された。かぐやのニコニコ生放送は 2014年1月17日より2015年12月18日までニコニコ生放送サイバーステップチャンネルで放送されたイベント性放送パーソナリティは野田由美。おにぎりラジオかぐやの電子カワラ版は音泉および響きで2014年2月20日から2015年2月26日まで配信されていたウェブラジオパーソナリティは野田由美。 ラジオ CD おにぎりラジオかぐやの電子カワラ版特別版は2014年8月27日発売おにぎり X 仮面女子の壺、おにぎり X 仮面女子の壺は2014年4月5日から4月26日まで土曜1時から1時5分に東京 MX で放送されたアイドルバラエティ番組ゲームイメージガールとなった仮面女子初の冠番組であったが 全4回で放送終了となった。出演は、アリス10番から森カノン、応接、渡辺周り、スチームガールズから神谷エリナ、アーマーガールズから伊藤美宇。テーマソングは、大冒険おにぎり TV。おにぎり TV は、上記番組終了に伴い同枠の、東京 MX で放送されたゲーム情報を伝える、情報バラエティ番組。 2014年5月3日から6月27日まで第1クールを放送し、移行再放送をまたいで9月6日から9月27日まで第2クールを放送。全13回。番組 MC は、成功前、かぐや。コミック弾丸より2013年から配信の、ウェブコミック。原作サイバーステップ、漫画ほのじ。単行本は、 ボビージャパンより2014年3月27日発行。ISBN 978から47億9860万7726。鬼ザンは、ワニブックス月刊コミックガム2015年4月号より2015年7月号まで連載。原作サイバーステップ、漫画ほの字。上記ウェブで継続し、2016年2月まで全6話で完結。 舞台記算は2014年12月18日から12月23日までタンバリンステージにより新宿村ライブで全10回公演された舞台版鬼山、ザパワフルパフォーマンスマイナスは2016年11月23日から11月27日までリブドックの企画制作でシアターサンホールで全9回公演された舞台版第2弾キャストは 前作よりも一新。鬼ザンゼロは2017年11月22日から2017年11月26日まで、リブドックの企画制作で、シアターサンモールで全9回公演された、舞台版第3回。物語の時系列は、プロローグとなる序章である。ありがとうございます。